本日のテーマは、人はみんな変わりたい。でも、変わるのって怖いよね。というテーマです。え、実はこれ2023年の年初にもね、同じような内容を発信してるんですけど、やっぱこれ大事なことなので、最低でも年に1回はね、お伝えしようというふうに思っている内容でございます。えまずね、大前提として僕のね、ボイシーを聞いてくださってる皆さんって、勉強家、 意識高い系の人がほとんどだと思います。なので、もう本当に今回の内容もね、そうそうその通りってみんなが思う内容だと思うんですけど、まあ最近よく言ってるんですけど、本質的なことって、大体身も蓋もない結論になります。例えば、まあビジネスで言うと、今ならこれをやれば必ず儲かるって書くと、 まあ大体ブログだったら読まれやすかったりとか、YouTube だったら再生されやすかったりとか、もうショートムービーとかそんなのばっかじゃん。大体。TikTok とかそんなのばっかでしょ。あれ刺激が強くないとザッピングされるからね、とにかく刺激が強い情報を発するんですけど、まあ大体役に立たないですね。本質的な内容、役に立つ内容って、どういうものかっていうと、失敗しない方法なんですよね。でもそれってバズらないので、 あんまり手に入らなくなっています。えっと、例えばね、僕が尊敬する経営者の一人、株式会社オンデーズの田中修二さんがよく使う言葉で、成功はアート、失敗はサイエンス。そうなんですよ。再現性が高いのは失敗しない方法なんですよ。で、成功する方法はタイミングだったり、その人だったり。 タイミングかける人だったり、いろんな要素が絡み合ってたまたまバチンと当たるのが成功だったりするんですけど、失敗はいつ、どこで、誰がしても失敗します。だからすっごく再現性が高いので、これを勉強するのが大事なんですよ。だけど、地味なので、あんまり情報として伝わってこない傾向にあります。まあ、例えば他にもありますよ。ビジネスで死なない方法は、得られる成果よりも、投資額を 小さくすること。いや、そらそうだってなるじゃないですか。刺激少なすぎるでしょ。だからこういう情報って手に入らないんだけど。でも、よーく考えてみてください。ビジネスで長く死なないで続けられてる人って、よくわかってるんですよ。これやってるんですよ。回収できる見込み額に対して投資額を少なめにしてるんですよ。だけど、この話って伸びないんですよ。広がらないんですよ。 だからほとんどの人がなかなかビジネスでうまくいく方法にたどり着けないんです。とにかくインターネットでは刺激が強い情報だけが広がっていくので気をつけなきゃダメだよねっていうこと。これが大前提です。で、今日僕が皆さんに伝えたいのは夢を叶えていく人。まあこれはビジネスで成功する人とかね、社会貢献活動をやってる人とか、 もう世界変えていくっていう人ね。その夢を叶えていく人。この人たちの共通語はもう一つしかない。これしかないっていうことです。もう身も蓋もない話。打席に立つ回数。もうこれだけですね。例えば、キングコングの西野廣さん。どうですかずっと打席に立ち続けてるじゃないですか。ね、それこそ、もう10年以上前ですよ。 テレビに出なくなった時、全然話を聞いてもらえなかった時期あったと思います。でも、そんな時にも西野さんって打席に立ち続けてましたよね。一時期はテレビにも出ながら楽屋で0.2ミリのボールペンで絵を描き続けて絵本を出し続けてました。でもあの煙突町のプペルだって当たるまでに8年かかってるんです。その間ずっと西野さんは打席に立ち続けてました。バズってない時も打席に立ってたんですよ。 だから今では映画だったりとか、ミュージカルだったりとか、ブロードウェイにまで挑戦するようになってる。打席に立ち続けたことがベースとなって、力となって、影響力となってます。ね、ユーチューバーの中田敦彦さんもそうですよね。吉本工業でいろいろあったけど、それでも打席に立ち続けて、今の中田敦彦さんがいらっしゃるわけですよね。ミュージシャンだってやってますよ。すごいですよね。今もまだ音楽やってますよ、レディオフィッシュで。 すごいと思います。打席に立ち続けてるんです。堀江貴文さんなんてすごくないですか堀江さんって何屋さんですか言えますか言えないですよね。もう堀江屋さんじゃないですか。ロケットを飛ばしたり、和牛のプロジェクトを世界に広げたり、予防医療に取り組んだり、もうとにかく楽しいと思ったら全部やると決めてる。もう野球の球団も持ってるでしょそれから今ではもう日本で4位の、えー、パン屋さん、えー、小麦の奴隷も広げてるわけじゃないですか。もう 数えきれないほどやってます。もう、ホリエさんの優先順位は楽しいかどうか。もう、アイアンマンレースに出たり、スノーボード行ったり、綺麗なものがある、美味しいものがあると言ったら、すぐに行く、海外でも行く。それぐらい、打席に立ち続けている人です。もう、刑務所の中からメルマが発信してた人ですからね。すごい人です。だから、どんな人でも、もう、才能に溢れた人でも、結局うまくいってる人、成功してる人、 打席に立ち続けてる人なんですよ。僕のコミュニティメンバーもそうですよ。例えば日本一大器の山本隆二さん。もうお店を出し続けて、たい焼きを焼き続けてるんですよ。コロナ中に7店舗開けたんですよ。1店舗で約2万匹焼いてるんですよ、1ヶ月に。今もう14店舗だから、1ヶ月28万匹たい焼き焼いてるんですよ。徹底的に愚直にやり続けてる。打席に立ち続けてるんです。 ねミッコもそうです、YouTuber のミッコも。僕が YouTube やれって、なんか言ったって言うんですけど、あの、400人ぐらいの人に言ったんですけど、ミッコは私に言ったってね、思い込んで、そっからコツ,コツ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 動画を投稿し続けて、もうね、80万人ぐらいです、今、YouTube のチャンネル登録。鴨頭、たぶ抜くと思いますよ。すごいですよね。今月のスポンサーののとさんもそうですよ。 とにかく YouTube は続けなきゃダメだって僕が言って、そのビジネス YouTuber の学校、リピート受講を含めて1年半学んだんですよ。そして今大ブレイクして、1ヶ月間に500人以上の問い合わせです。やばくないですかそうです。打席に立ち続けた人なんです。人生を変えたいんだったら、やっぱり行動すること。今までと違うことを行うことです。 そんな中、打席に立ち続けるためには、やっぱりある一定の勇気が必要なんだなと思わせるコメントがあったので、紹介します。えー、佐藤ひろ子さん。今は最強会社員ひろことして、もうね、うちのコミュニティで有名になりましたが、去年の投稿です。カモさんのボラスタに今年は3回参加して学ばさせていただきました。カモビズを知るようになったのもこの頃です。私をよく知る周りの方々も、 ひろこはカモビズに入った方がいいと思うな、とは言われていたものの、私はカモビズに入ってしまうと、人生が変わってしまう気がしていました。もちろんそれを望む自分もいるのですが、正直、会社員の私にはカモビズは、身分不相応じゃないだろうかと足踏みをしていたのです。でも、コミュニティの皆さんにお声掛けをいただき、ボラスタだったり、クラウドファンディングで一 いっぱいいろんな人と関わるようになって、ちゃんと自分が行動すれば人生は開けてくるんだということを感じるようになって、思い切って一歩を踏み出して、カモビズに入ってみると決めました。胸がドキドキしています。私、カモビズに入会させていただきます。ああ、人生が変わっていく。という投稿です。わかりますよね。変わりたいという気持ちと、 変わるのが怖いという気持ち。実は人間、同時にその感情が湧き起こってくるものです。こんなに変わりたいと思ってるけど、変わりたくないという思いは同じぐらい強い気持ちがあるから起きるんだと思います。今までにたくさん成功してきた人、実績を上げてきた日も、みんな受け入れてきた感情なんだと思います。変わりたいっていう気持ちと同時に、 なんか怖いっていう気持ちがあると矛盾しているような気がするのでどちらかを正解にしたいって思うようです。だから多くの人は今じゃないんじゃないかっていうふうに迷うんだと思います。でも僕はこう思います。人生は短い。これはどういう意味かというと物理的には長い人生かもしれないけれども人生で新しい選択をできるエネルギーがたっぷりある期間は短いんです。 打席に立ち続ける。そんなエネルギーを発揮できる期間は短いんです。エネルギーがある時に先延ばしにしている人は、その後も先延ばしの人生を送り、ほとんど何もしないで人生が終わってしまいます。でも、人生は体験です。打席に立ちましょう。打席に立つ時には、きっと恐れる気持ちが湧いてきます。バッターボックスに立たなければ三振と言われないで済みます。ずっとベンチにいれば、応援してるだけで済みます。 だけど、たくさんの経験して素敵なものを見て感動を味わいたいなら、打席に立つことが大切だと思います。ひろこさん、オンラインサロンカモビズ入会おめでとうございます。今日はね、とにかく打席に立ち続けることって大事だよねっていう大前提のお話と、新しいことを始めるときってやっぱり勇気が必要だよね。でも、その勇気を持って一歩踏み出すと、 なりたかった自分になれたり、思いもよらない景色が見れたり、人生の豊かさが圧倒的に増えることは間違いないので、やっぱり踏み出した方がいいよねっていうお話でございました。まあ、とっても地味な話ですけど、本質的な話だと思います。でも、人生が変わるときって、そういう地味なことをちゃんとやったときだと思うんですよね。 なのでぜひね、この機会に一歩踏み出してほしいと思います。まあ僕がおすすめできるのはね、やっぱり僕が知ってるコミュニティなので、やっぱオンラインサロンカモビズになります。えー、ぜひね、カモビズっていうのはビジネスの勉強ができるところなので、無駄になる人はいないと思います。会社員の人が43%一番多いです。まあ次に多いのが経営者の方ですけどね、やっぱり学んでる人が豊かになるってことはこれね、地味だけど、 間違いのない普遍の法則なので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね